皆さんこんにちは。基礎からしっかり学べる今が始めとき、早期学習開始のメリットというタイトルで本日ですねお話しさせていただきます。レック専任講師水野と申します。どうぞよろしくお願いします。それではこれからですね、宅建試験合格のために、まあいつから始めたらいいのっていうねお話をさせていただきます。いつからというのだったら、まずは早い、もう今から、もうすぐですよ。まあ年明けまで待ってよ。3月とか忙しいからな、4月からにしよう。ゴールデンウィークどっか旅行行って思いっきり遊んでからしよう。人のきっかけはいつでもそれはいいですよ。人生何事も遅いということはないので、ただ早く始めて損することって一つもないです。あるとすると、あんまり早くからね気合い入れすぎてね根詰めてやると、だいたいこれ申し上げる、本気もギャーって気詰めてやると、3月4月ぐらいに息切れてます。やっぱり早々人間、そのなんかこうずっと継続してって難しいので、だからそのペース配分で狂っちゃう。でなんか3月4月ぐらいでやる気なくなって、3ヶ月ぐらいなんか全然やらないでいて、で夏終わりで焦ってやるぐらいだったら、なんかちゃんと調整した方がいいかな、なんですけど、でも早くやって損はないんですよ。でもう初めてやる方はもちろんのこと、悔しい思いした、今年悔しかった、2020年悔しかった、本当あとちょっとだったよ差がっていう、早くやり始めた方が忘れる率が少ないので、リカバリーが少ないので、やっぱ得です。もう半年ぐらい経ってると、全然覚えてねえやみたいになってね、ショックを受けるんですよ。だったら早い方がいいです。だから早くて損はない。あるとすれば根詰めすぎて、なんかもう疲れ切っちゃったよっていう、それぐらいでしょうかね。だからちゃんとペースを守って、あと勉強ってね、やって慣れてくると、だんだんね、その勉強してないとなんか毎日気持ち悪くなるみたいなね、今日やってねえからやんなきゃみたいな、そうなると本物なんですよ。だから勉強がやる気が出たらやるんじゃなくて、やる気がなくても机に座るとやる気って出てくるものなんですよ。だからそれでね、もうとにかくね、机の上に座る。で机の上に座んで、なんかね、テレビとか漫画とか読んでたら、それは勉強じゃないですから。でもなんかテキストとか開いてるとやる気出てくるんで、いずれ。だから勉強ってね、机をまず座ること、無理やりでも座ること、これ大事です。だから早く始める方がいい。でもう一個、これ今日レジュメでねお話しさせていただくんですけど、メリット早くやった方がいいです、終わり。いやもう2分で終わっちゃうとね、私もねレッから金もらえないんですよ。だからこれもうちょっと話させてくださいね。毎年宅建って第3日曜日10月ので、2023は10月15日の予定で、ほぼ本決まりなんですが、さあもうこの10月15日2023、皆さん今聞いていただいていることは来年受ける気満々ですね。受かると決めてください。受かると、もう絶対この日に受かると。今まで何年かやってたけど、もう終わり、2023年10月15日で。で、まだ経験ない。もう一発でも受かるから、私俺はって決める。これをやってください。受かりたいな、受かればいいな。今の宅建しかそんな甘っちょろくないんですよ。受かればいいな。20万人超える人がね申し込みするんですよ、大金払って。受かりたくなくて申し込みする人いないです。会社から無理やり受けさせられてても受かる気全然ねえよ。だって受かりたいっすよ。だって受かったら、だってなんか手当てもらったりとかいいじゃないですか。だから勉強した大学でも受かりたいなって思ってんすよ、誰もが。でも受かりたいなで受かるほど甘くはないですもん。でね、受かりたいなーでも受かるって決めるったって、決めるのは向こうさんでしょ、試験実施団体でしょと。例えば受かりたいなだと、直前期にスランプに陥ることって必ずあるんですよ。勉強ってやってるやってるほど右肩上がりにスムーズに実力上がっていくと思ったら大間違い。でもなんか、また落ちた、上がった、いい点取った、また落ちた、もう何度やってもダメ、苦しいんですよ。でも絶対受かるとなったら、ラスト2週間、よし、絶対受かるためにどうすればいい、何すればって考える、そして努力する、前向きに戦える。でも受かればいいなだと、なんかね、受かればいいな、例えばやってるとするじゃないですか。そうするとちょっと今年ダメかもってなると、まずね、体調が悪くなるんですよ。
いやなんか最近体調が悪くて、ね、なんか首が痛くて頭痛くてケツ痛くてみたいに、なんかね、なんか体調不順、なんか不安、なんか不安定になってくるんですよね、これね。で、それって結局逃げなんですよ。いや落ちた時の言い訳、また試験前だから何々さん体調悪くなってるよみたいね。大人だから声には出さないけど心じゃ思われてるんですよ、あとね、仕事やったら忙しくなるんですよ。残業でも帰れないと、そう、忙しくなんです。忙しくないけど忙しくしちゃうんです。お前頑張ったのにな、今までな。でも残業で直前期忙しかったから悔しいな。慰めてほしいんですかね。いや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 、思ってますから。いや試験前になるといつもなんか忙しくなるよね、あの人ね、みたいな。プッ、もうやめましょう。絶対受かるときましょう、ね、いや本当に残業とかで本当に10月は忙しいんです、うちはっていうね、そういった職場もしくは担当、部署あるんですよ。だけどそれ言い訳にしない。だから忙しいって分かってたらもっと早くからちゃんとやってりゃいいじゃないですか、要は絶対受かると決めてスケジュール立てて、そして正しい勉強する、必ず受かるっていう気持ちでやってください。だから受かるって決めた、それで、ね、もう半分終わったようなもんです。え、終わり、そんな簡単なの。簡単じゃないですよ、決めるっていうのは。それだけの覚悟がありますか。ある。よし、じゃあやりましょう。受かると決めた、これやります、受かります、絶対受かります。お調子くれてるやつが多いんですよ、この業界。それ口だけじゃダメですからね。じゃあ受かると決めた、本当に決めたら、じゃあお勉強の仕方とか言っていきましょう。はい、いきます。試験科目知ってますね。権利14、宅建業法20問、法令8問、税格が3問、免除5問で、これどんな科目があるとかっていうのを知らないと、敵を知らないと全然戦いようがないんで、いやまずはこれは分かっておいてください。でこれね、ごめんなさい、まあ、大前提で講義来ればそんなの分かるんですよ。だけど独学でやろうって言ったら、いやどうすればいいの、まず何を勉強すればいいのと。いやまず勉強の前に敵を知る。でこれなんかいろんな分野があるんだけど、そもそもじゃあどうすればいいのか、何をどうやらいいかって言ったら、次のページ見ていただいて、はい、効率的に学習するために、これ2018から年数は少ないんですけど、正答率が 50% 以上の問題が40、41、45、40、42で、ちなみに昨年は42問正答率 50% 以上の問題があったというこの事実。42問あった。で合格点が36。さあこれは何を意味するかって言います。まずは宅建試験においてとにかく大変だな、本当にレベル上がってると思います。昨年の問題やっぱり難しい問題、これきついだ。正直言いましてね、私ね、回答速報会の時にね、マークはね適当につけるんですけど、受かっちゃうと貧縮じゃないですか。だけど、まあ、受けに行くんですよ。でその時に、いやこれ去年より34より難しいな、多分3か、まあ、レベル上がってるから4のままかもしれないけど、まあ、前半1とかちょっと2はきついけど、まあ、3ぐらいか4、3、4あたりかなって思ってたんですよ。でね、レックの、ね、データ見たんですよね、その日の当日の。高いんですよ、すっげえ、こんなみんなできてんだってね、だから結局予想は35、6にしちゃったんですけど、まあ、結局その予想で36だったんですけど、びっくりしました、それぐらいねレベルは上がってる。でも正答率 50% 以上の問題って42問あるんですよ、だからこれ50以下のも未満の問題8問もうこれ取れなくてしょうがないですよ。だって難しいですもん。でも 50% 要は半分の人が取ってる問題42問だから、それを42個取ったら42点ですよ。あと勘でも45点とかいくじゃないですか。だから正答率半分の問題みんなミスなく落とせば40点オーバーなんですよ、じゃあ合格点36、じゃあ半分以上の問題をポロ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 落としちゃってるわけじゃないですか。だから結局何が言いたいかったら、このデータから 50% の問題をちゃんと正解すれば合格点いかない年ないですよね。そこで宅建試験においての大鉄則、いやというか試験はみんなそうなんですけど、満点を狙わない。いやいやいや甘いよ、今宅建難しいんだから満点ぐらい狙わなきゃ、気持ちはいいんですよ。ああ満点ぐらい狙ってやったーって、
まあ、超高得点受かったらっていう気持ちはいいけど、本当に満点狙う勉強すると受からない可能性が高くなってきます。なんでかというと、あの実際宅建試験で、あのこれ全範囲を10とします。ここから出るよっていう試験範囲、可能性がある範囲で、実際試験に出てることが起こって、この宅建試験の全範囲の多めに言っときます、2から3割多めに言っときます。あの多めに言っときます。本当はもっとちっちゃいです。だけど全範囲のこの程度なんですよ。かなり広範囲にわたる範囲がね、試験範囲で税金が出たり、民法、宅建業法、税価格、あと建物の話、土地の話とか、かなり広範なんですけど、ものすごいだだっ広い、ものすごい広い範囲から2から3、これあの合格に必要な点数これぐらい出てくるんですよ。じゃあですよ、満点狙うというのはどういうことか。この10出る範囲を全部網羅、全部満点狙ってやると完璧に皆さんがもし覚えられたらどうなります、満点狙って完璧に覚えたら満点近くで受かりますよ。でもね、それができるかっていうとほぼできないんです。できる方もいますよ。でもできる方の方が少ないんです。なぜならそんな記憶力がない、時間もない。宅建試験ってやっぱりこう仕事しながらやってる方が多いんですよ。いやー、仕事をしてないけどそれなりに忙しいんですよねって方もいるじゃないですか。だって専業で主婦やってますって、仕事やってなくたってそれだってお料理したり買い物したり家事育児やってやることいっぱいですよね。その合間にお勉強しなきゃいけないんですよ。だから誰もが朝から晩まで、10月の15日まで宅建試験しかやらなくていい人ってほぼいないんですよ。だから時間が限られた時間の中で宅建の全範囲を10全部やると全部ぼやけんです、じゃあどうするか、満点狙わない、ここ狙うってことです。結局宅建試験って重箱の隅をつつくような問題、まあ正答率 30%20% とかのね問題、というよりも見てください、このデータから50未満、要は 50% いってない問題ってもう枝葉の問題でいいですよ。それが出た時にこれも取ろうなんつって前半やってるとここぼやけんですよ。だから基本的な問題も失点してるんですよ。だけどこの2か3のところを徹底的に取る、過去問で出てるところをきっちり取り切るってやってれば、さあ全然見たことない問題が出ました、関係ないんですよ。ここさえ取っとけば、はい40点オーバーっていうのがセオリーなんです。だから何が言いたいかったら、満点を狙わない、リップサービスじゃないんですよ。その満点狙って全範囲を隅々やってそんだけ覚える能力があるんですか。あるよ。いや、じゃあやりゃいいじゃないですか。でも覚えきんない、理解しきれない、難しいこといっぱいある、だったらよく出るところきっちりやったらどうですかっていう、ということなんです。だから満点狙っちゃいけないよっていうのがここ大事ですね、で多くの人は出題されたら不安だとか、難しい問題の対策で基本的問題で失点してるという、だから基礎力を作るという。2022年も失踪宣告とかね、何ですかこれ、行方不明の人が帰ってきた知らんわとか、期間がどうのなこれと、まあ、なんか期間の問題とか、なんか諸実不参入っていうのが分かってると、全然知らなくていいんですよ、分かってるとちょっと数えたら読んだらできたみたいなね、そういう問題でもあるんですけど、でも難問ですよ。あと宅建業法って満点狙えって言われたのになんか難しいのあったんだけど全然と、もちろんあるんです。でもその正答率が5割切ってる問題を答えられなくても合格なんです。だって36点が合格だから。どうです、みんなができるものをね、取りゃいいんだと。でちなみにただみんな取れたんですけど、 50% 以上っていうのはこれレックで回答速報会に来た人の、来てくれた、もしくは協力、ネット上から入力してくれた人の 50% だから、世の中の受験生でもう全然滋賀にもかかわらず、もう受けた瞬間全然わかんねえからもう家帰ってというかもう飲み行ってもう忘れてますと、もう宅建もう全然終わったから興味ありませんっていう方は入力しないんですよ。だからもう少し 50% 以上の問題数は現実は少ないでしょうね、だからもうちょっとこれね、50% 以上って全もう日本全国だともうちょっと少ないでしょうね、でもやっぱり36は切らないですよ。
うん、だからあそうかそうか、みんなができる問題取れれば、ね、ミスないように取れればいいのねっていうのをまずはね認識してください。そこのためには満点狙っちゃいけないということです。じゃあ満点狙わないでどうするっていう話ですが、満点狙わないでやるのに何をするって言った時に、この2から3のところをやるんですが、これ過去問です。だって過去出てるんだから。でそれが手を変え品を変え視点を変え焼き直しで出てくるんですよ。で焼き直しじゃない問題もあるんですけど、その過去問というベースをしっかりやってると応用書きで大事なところが見えてくる。だからやっぱりこの昨年例えば悔しい思いした方の中には、いやもう過去問じゃ受かんねえこれと、いや過去問じゃ無理と、うん、過去問は意味ねえと、これ私ね勉強の仕方って人それぞれだと思うんですよ。だから絶対これが正しい、絶対こうじゃなきゃダメっていう言い切りはしたくないんですよ。だって自分の価値観が絶対じゃないし、自分のやり方が絶対じゃないし、人それぞれ個性があるんだから、やり方って人それぞれだけど、ただ一つは言えるのは、過去問が無意味というふうに言うのは絶対に間違いです。過去問が大事じゃないしけなんて一つもありません。それはなぜなら、その過去問というのはその資格にとって、要は取引士の能力を測る試験なんですよ。その資格にとって大事な知識が過去出てるんです。その知識は10年後も20年後も大事なんです。でも同じ問題で同じ、要は過去問丸暗記で同じような問題ばっかり出たら、車の免許、現車の免許と同じレベルじゃないですか。車の免許とかルール一定の知識知ってりゃもういいんですよ。でもそうじゃない、やっぱり 18%、17%、16%、 これって100人いたら80人以上落ちるんですよ。振り落としじゃないですか。したら同じ問題なんて出しませんって。だから大事なところは一緒でも、言い方視点を変え、言い回しを変え、ね、個数にしたり組み合わせにしたり、そうやって難しくしてるんですよ。見せかけで、見せかけというか、そうやって揺さぶりかけてるんですよ。だから過去もしっかりやって覚えた、で覚えただけだとダメ。過去問のね結論を覚えてね過去問やったって、だから過去問の正解番号を選べて過去問バッチリです、それは過去問をやってるとは言わないんです。過去問をやる、過去問を覚えるんじゃなくて過去問で勉強をするんです。それは必ず必要なこと。だから過去問で、過去問覚えてれば受かりますか、受かりません、もう今の試験分かりません。でも過去問をベースに、過去問でそれを手を変え品を変え視点を変え、どうやって問題出るかなとか、あこういうところも出るのか、テキストでその過去問出てた周辺ところをちゃんとしっかりやっとこうとか、その過去問というのをベースに大事なところを把握して勉強すれば合格するので、過去問を大切にしてください。で過去問に全然見たことないとん拍子もない、だ最近だったら、まあ昨年の失踪宣告っていうのも結構ね強烈なキャラでしたけど、その前だと沈没船の船で遺言やったらどうなるみたいな、でそれと同じ時期に連れ子は相続人になるのかみたいな、どこにもテキスト載ってなかったんです、宅建のっていうね、うん、ここ、うん、ここで、それがねだん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 1回じゃなくて2回3回ってなってくるとここに入ってくるんですよ。でそれがだから国家試験って、宅建試験は昭和33年から宅地はもう取引員っていう時代からやってますけど、もう何でも何でも歴史重ねて、その範囲がだんだん、ここの範囲がね増えてきてるんですよ。だから年々大変になってます。でしかも受験生も年々レベルが高くなったりして大変な時代になってるんですよ。だから受かると決めてやる、でも過去問は大事、過去問をただ覚えるんじゃなくて過去問をもとに勉強していきましょうっていう、そういうことでございます。はい、であとはもう一個ね、満点狙わない過去問を大事にすると、もう一個ね改正点を気にしてくださいっていう、この宅建試験って4月1日の法律でその年の試験作られるんですよ。だから今ねまだ改正なされてなくても、4月1日に変わるっていう内容は、まあ、ある程度分かってるところはテキストに織り込んでます。でもまだはっきりは言えない。だから4月1日の時点の法律でっていうことで、何が言いたいかって言ったら、古い本はあんま使わない方がいいですよ。古い本って、例えば先輩からもらったんだ、ただだしこれ使おう、そうですね、9割方大丈夫なんですけど、改正点をちゃんと分かってないとまずいから、それはなんか何らかしらね、ネットだなんだって情報を得てください。それをしないとまずいね。だと去年使ったテキスト使えますかと、いや使えるんですけど、やっぱりこう大丈夫、気分どうですか、大丈夫ですか、
なんか浮かんなかった時のテキスト、うん、でもあの書き込みとかあるとねやっぱり大事にしたいじゃないですか、うん、そういう意味では活かせますよ。だけど改正点があるというのを忘れないでください。でちなみに改正点はほぼほぼ出るんですよ。でね、なんで改正点出すかというと、あの宅建合格した後に実際お仕事ついた時に毎年改正があるっていうことを知ってる人に合格してほしいんですよ。あのそれこそね、実務に出て重要事項の説明やるって言ったら法律の改正知らないと説明できないんですよ。いやそれ改正って意識できる人じゃなきゃ受からしたくないじゃないですか、うん、だから改正点は毎年改正されると触れられます、出ます、うん、というね、うん、まあ、セオリーもあるので、まあ、改正点大事っていうのを認識しておいていただいて、はい、3ページ目独学プバスクール。いやー、勉強独学でもできます。ではスクールに通うメリットは何でしょうか。だんだんなんか宣伝集がプンプンしてきてごめんなさいね。あの一応これ宣伝のためにやってるんですよ。だけどまずね、独学スクール、はい、独学でもできる。独学のメリット言います。ただいやこれはすごいですよ。だって金かかんないんですから、ね、そりゃすごいですよ、うん、だからあの独学って悪くないと思います。であと独学のメリット、ああちょっとなんかレックに反する利益相反って言うんですけど、ね、まずい感じになってきましたね。でも独学のメリット、あの自分の好きなようにやる、あの勉強という資格というのを戦略立てて自分で検証して修正して、あこれはうまくいった、あこれはうまくないから別のやり方やろうって、そのねゲーム感覚になるっていう独学でやる、うん、あの実は私そうなんですよ、うん、なんかいっぺんに教えられるよりも自分でなんか攻略、ね、考えてやった方がなんかちょっとワクワクするみたいね。それで独学とメリットです。じゃあ何独学の方がいいの、スクールのメリット言います。初めの一歩は独学では難しい、はい、知らない言葉のオンパレード意欲もなくなる、あの本読んでて分かんねえよと、でも言葉で言われるとなんだそんなことかっていうのは多い。で1から100にすんのは書籍でもできるかもしれないから0から1独学では困難です、うん、あのやっぱり言葉がちゃんとイメージ理解できてないと入りにくいから、それをなかなかできるっていうのは結構きついところあるんですよ。でそもそも最近ってやっぱり本を読むという言葉活字離れがあるから、あの動画とかで見るのはいいんだけど言葉が入んなくて問題文をちゃんと読めないっていう、これね昔はなかったんです。あの今の方が多いです。だからやっぱりあのね、あのもうインスタとかね画像、あうまそうな店だなとかね、文章じゃなくてうまそう行こうみたいな、うん、あと LINE とかでパンパンパンってスタンプね、だいたい意思疎通できちゃうじゃないですか。だからあんま文章を読まなくなってきている人が多い時代だから、そういった点でね、あの読み慣れないと難しいっていう点がある。でそうすると時間かかっちゃう、やる気もないし。だからまずスクールに通うメリットっていうのは時間短縮ですよ。そりゃ本当は独学ですげえ時間かかればタダでできるけど、学校で金払えばそれだけ情報をもらって言ってくれるから、ああ分かりやすいわって、ああ意味分かったと、うん、だから時間短縮になる。だからどうしてもね早く欲しい、宅建合格して不動産業界行きたい、不動産の仕事やってるから宅建欲しい、もう早く開業したいから宅建なきゃって言うんだったら、うん、絶対メリット大きいです。あと次、効率よい学習ができる。いやそりゃそうですよ。だってお講義聞いて理解して教材全部必要なものが全部来るんだから、いやそれはいいですよ、うん、だから、うん、だからね、何が言いたいかって言ったら、あの私なんか独学も好きだよって言ったのは、あの私ね、あの宅建もそうなんですけど、全然いらないんだけど取った方なんですよ。で一応そのなんかレックに入ってから、なんか防災士っていうのが個人情報保護のやつとか貸金主任者とかなんかいろんな試験のやってって言われて、じゃあしょうがねえ、あの受かってねえとシャレになんねえからやるかってね。でそういうのでやったものもあるけど、まあ、ないならないで仕事ないだけで、あの別にまあどっちでもいい感じでやってたから独学でやるっていうのがありだったんですよ。あのその方がなんか面白いゲーム感覚でね。でももし仕事をしてて本当にすぐ宅建取って水野さんって言ったら、多分金出していきます学校だって。その方が早いんで、あのプロの専属コーチがいる、その方が楽だから、うん、だからね、ちょっと前に6年ぐらい前にサックス始めたんだけど、自分でやってると絶対やんなくなるし変な癖ついちゃう、だからもうすぐ金払っていく。だからこれね、どんだけ自分が早くやりたいか、早くねこう吸収したいかで、もう早くやりたきゃお金出してでもやった方がそれスムーズですよ。だって自分で変な癖つかないうちにねやった方が。あと予備校は膨大な情報を有してる、これね大きいんですよ。あの何が大事かというと、その情報量、まあ、だからここが合否の分かれ目になった正答率の差とかね、うん、あとは受験生今年は模試やってるとこれぐらいのレベルだよと、
あ、去年よりやっぱ上がってるからここら辺はじゃあやっとかなきゃいけないなとか、そういうデータある。だから講師が教えるのに膨大なデータある、バックボーンがね。やっぱり個人でやってたらなかなかこんなビッグデータ入んないので、これはやっぱ素晴らしいですね。あとは疑問点質問できる、これですよ。分かんないことあった時になかなか聞く人いないじゃないですか。でもそれをちゃんと正確に答えてくれるっていうね、まあ、ちなみに生講座だったら担当講師回答します。で私は新宿エルターっていうところにいるんで、まあ、生できたら答える。で通信の方はこれ通信でこれの私の、ね、なんかメールとか LINE とかこう教えてしまうとやっぱ何千人いるとねちょっと対応できないんで、これ教えてチューターみたいなその本部の方にねあるので、そこで回答ができるので、要は疑問点質問できるという、分かんないこともやもやして自分で調べるより聞いちゃった方が早いじゃないですか、というような、まあやっぱりスムーズなところはいいよねっていうのが、まあ、スクールに通う、だからお金かかっちゃうけど、ね、まあ、効率よく行こうやったらスクールがやっぱり部がありますねっていうことです、はい。であと今日始めた人は明日始めた人より、それは一日早ければ、早ければ早いほどそれはいいですよ。であとは決めたら速攻スタートが鍵、これ絶対合格すると決めた、ね、じゃあ最初の一歩、よし合格するぞ、でも今日は忙しいから明日にしようと、多分明日もやんねえんですよ、いつやるの、ね、もうなんか体調が良くなって仕事が落ち着いていつまでも落ち着かないんですよ。だからもう一回言いますけど、これ常にそうです。だからスタートもそうだけど、あと勉強してる時も、いや今日やる気ねえなーって、多分なんかゴロ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 してたらやる気ないで、あもうこんな時間だ風呂入って寝ようになるんですよ。だけど辛いけど座る机に開く、読む気しない、でも読む気しないけど座ってると問題1問解いてみよう、乗ってくんですよだんだん。だから勉強って、ね、無理やり強制的にこうやる、そうするとだんだん乗ってくるっていう部分はあるんです。だからやる気出たらやろうじゃなくて、やる気になるためにもう無理やり席につく。でよくね言われるのが、勉強って集中してないと意味ないよねと。集中した方がいいですよ。集中して1時間だから、だらだらなんとなく3時間やるよりも集中した1時間の方が絶対効率はいいんですけど、その集中した1時間を作るのって人間そんな簡単なことじゃないんですよ。考えてください。皆さんがね、じゃあ今まで遊んでた、飯食ってね遊んでたね、楽しかった、じゃあ勉強しようってなった時にすぐキュッとなります、すぐゾーンに入ったりできます。そんな能力はちょっと特殊なんですよ。もう勉強しよう、なんですよ。でだん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 やっていくうちにちょっと集中してこうなってくるんですよ。だから時間確保しないと集中してる時間作れないと思ってください。あこれみんなそうです、私もそうです。あ私ね結構集中できる方なんですよ、多分、まあ、人より多分早く集中に入れる、なんかゾーンに入れる自信あります。なんかさっきまでヘラヘラしてたのになんか急になんかあみたいな、ちょっとうるせえみたいな、もう全部携帯 LINE も全部 LINE とか無視も全部切って、もう携帯切って何があろうとも動かないみたいね、そういうの得意なんですけど、それでもやっぱりやろうってなって最初席ついた時はなんかやる気ねえな今日何しようかなみたいになります。でも座ってるうちに時間作っていくうちに集中する時間がいけるので、スタートしてください。まずはスタートしてそっからだっていうことです。であとは自分の未来を変えよう、宅建試験に合格すると人生が変わります。どう変わるかは人それぞれですが、就職が決まる、独立開業、自分の自信につながる、いろいろあります。でね、よく言われるのが、宅建受かったんだけどなんか全然変わんねえやみたいな、受かったはいいけど何のメリットもなかったわと、そうじゃないんですよ。いやもちろん宅建合格したー、よー合格したー、もう合格して金じゃんじゃん入ってきてモテモテですみたいな、そんなのはないです。ただ今まであんまりお勉強で努力してこなかったけど宅建合格した自信ですよね。その自信というのを持つことによって、まあ、例えば他の資格の勉強するのもそうだし仕事にも活かせるし、やっぱりこの自分への自信、それがバックボーンになって変わっていくんですよ。物々見え方が浮かんないと見えない世界ってあるんですよ。そういったものはねやっぱりね合格すると大きいです。で合格したらもう即仕事もいい、開業もいいと思いますよ。で資格の新しい別の資格やるっていうのもいいと思いますよ。要は新しい目標を立てて新しい目標を目指していく、
それを繰り返していくうちに人生すっごい変わってくるはずです。だからまずね、やろう、ね、きっかけは何でもいい、とにかくやるからには合格する。で、合格すると自分への自信、そして資格自体で活かせるのも多いということでね、宅建を合格してまずは自分自身に自信、ね、そして未来を変えていくのに努力する価値がある資格なんでね、ぜひ頑張っていきましょうよということで、ね、その頑張るという時に皆さんの努力を我々レック東京リリガルマインドがサポートできればね、本当に幸いでございますので、ぜひ、ね、ご検討いただければと思います。いろいろね、動画とかで無料の動画体験とか、あと学校とかでね、無料体験、ね、とかもできたりしますので、ぜひそういったものを活かせて、ね、まあ、どうしようかな、行ってみようかななんてね、考えたらぜひご来訪いただければと思います。以上でございます。はい、それでは、基礎からしっかり学べる今が始め時と、早期学習のメリットというタイトルでお話しさせていただきました。どうもご清聴ありがとうございます。それでは皆さん頑張ってください。